だいぶ早く降りてきました。何回いけるでしょうか。先生、何秒で降ろしますか。5秒降ろし。5秒皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は懸垂ができない人が懸垂10回できるようになる方法、それをご紹介したいと思います。まず普通にですね、懸垂が1回もできないという人結構多いと思うんですけれども、そのような方の場合、チューブを使ってやるという方法があります。このようなチューブですね、もちろん1本でもいいんですけれども、チューブを上の方に引っ掛けて足で踏んじゃうんです。そうするとチューブの収縮力で体を持ち上げてくれるというわけですね。じゃあ実際にやってみましょうか。はい、これはホームジムという設定ですので、シューズ履いてですねやってもいいです。ジムではないからやらないでください。でこの状態のまま吐き、こうしますとチューブが収縮して体を持ち上げてくれる、普通よりも楽にできるということになります。はい、ありがとうございます。まずこのようにチューブを使う方法もあるんですけれども、できればですね、もっと効果的な方法としてネガティブオンリーというものがあります。これはジャンプして持ち上げてゆっくりと下ろすだけというものです。これは1回もできない人の場合ですね、ゆっくり下ろすというのが6回ぐらいできるようになると多分1回上がるようになると思います。じゃあちょっとそのネガティブオンリーのチンギングやってみましょうか。パワーラック のところにあるチンギングやってる人多いと思うんですけれども、パワーラックのセーフティーバーにこのようにバーを設定します。そしてこのバーを足で踏んでジャンプしてゆっくり下ろすということですね。はい、このように足で引っ掛けて上に持ってきて、足を離してゆっくり下ろしていきます。はい、ありがとうございます。このような感じですと1回もできない人でもゆっくり下ろすだけだったらできると思います。ただゆっくり下ろすこともできないという人の場合はどうするかというと、下ろす時も足で自分でコントロールするということです。じゃあ実際にやってみましょうか。まず足で踏んで、足で踏んだままゆっくりとコントロールしながら体を下ろしていく。できるだけきつくなるように足の力はできるだけ抜いてやるというようにしてみます。でこれがなんとかできるようになったら、今度はこれを片足でいきましょう。片足で下ろす。で片足でできるようになったら両足離してやるという感じですね。はい、ありがとうございます。そして例えば6回できてる人がそこからなかなか伸びない、10回もできないというような場合においても、このネガティブオンリー実は有効です。どういうことかと言いますと、自重でしかトレーニングしてないと体がそれに慣れてしまうですね。でも自重プラスアルファでネガティブオンリーをやれば、普段より強い刺激を与えることができるということになります。ということで、プラスアルファとしてもですね、タカタカタン普段結構重いウェイトつけてやってると思いますので、それを打ち破るぐらいの重量をつけてやれば、もっとネガティブオンリーとして強い刺激が与えられるのではないかと思いますが、どうしましょう。何キロつけてやってみましょうか。40ぐらいいっちゃうのかな、これ。40キロつけてネガティブオンリーやってみましょうか。体重プラス40キロで、まず足で持ち上げてゆっくり下ろしていきます。何回できるか皆さんぜひ応援してください。だいぶ早く降りてきました。何回いけるでしょうか。
先生、何秒で下ろしますか。5秒下ろし。5秒よっしゃ。1、2、3。うわあ、もう一回行きましょう。はい、このような感じですね。まあ、例えば6回できる人が10回というときに40キロつける必要はありませんけれども、プラス5キロとかプラス10キロつけてネガティブオンリー、ぜひやってみるようにしてみてください。はい、そして懸垂ができるようになるためのもう一つのポイントとしまして、腕の力が必要になってきます。背中だけでなく、特に腕頭骨筋、ここを鍛えなければいけないんですけれども、これを鍛えるのにいい種目として、イージーバーを使ったリバースカール、これがとても有効です。このようにイージーバーを使ってハの字でリバースでカールするんですけれども、この時に大事なのはですね、手首がこう寝ちゃわないこと、手首を少し返して背屈といいんですが、背屈させて行う。こうすると腕と骨筋、そして前腕にも強い刺激がいって、チンギングの最後の引き切りができるようになります。じゃあやってみましょうか。グリップなしの方がいいですね、これ。まあ、とってもできればなしで、ハの字で手首をこっちに傾けた状態で上げていく。そうです。うわ、あと2回いきましょう。はい、はい、ありがとうございます。腕のトレーニング、二頭筋のトレーニングの時にこれを追加してやるとですね、懸垂を強くするのにも役立ってくると思いますので、ぜひ懸垂強くしたい方はこれを取り入れてみてください。はい、それでは Q&A の方に移りたいと思います。高田さんのご質問はどうでしょうか。はい、今回は TikTok からで、以前にロート橋と胸のトレーニングの話の質問があったんですけど、今度はロート橋の人の背中のトレーニングについての質問が来てます。背中のトレーニングとしましては、いろいろ今のチンギングとかもあるんですけれども、一つお勧めしたいのがプルオーバーですね。プルオーバーというと大胸筋、上腕三頭筋だけでなく背中にも効いてきます。そしてロート橋というのはですね、胸の胸骨という骨がへこんでしまっている、くぼんでいるようなものなんですけれども、そのような状態においては胸をしっかり張って行うことがポイントになってきます。そして最近ではあまり行われないんですけれども、クロスベンチ、ダンベル、プルオーバーという種目があります。これを行いますと胸椎がすごく伸びてですね、背中にも効きやすくなるという方法がありますので、ちょっとやってみましょうか。クロスベンチ、ダンベル、プルオーバーなんですけれども、まずベンチに肩甲骨がかかるようにクロスして仰向けになります。これでクロスですね。そして体の横にですね、ダンベルをこうして置いておきます。そしてダンベルをこうして持ってきて、上まで持ってきましょう。はい、そして肘を少し曲げながら後ろに持ってきます。そして持ち上げるというものですね。この時ダンベルを下ろしながら腰を落とす。そうすると胸がすごく伸びてきます。で、上げながら腰を、ダンベルと腰を落として胸を反らして持ち上げてくる。これがですね、大胸筋にも背中にも上腕三頭筋にもとても効いてくると思いますので、最近ではあまり行われない種目なんですけれども、ぜひ試していただければと思います。どうでしょうか。ものすごい今体の前面が伸びてます。なかなかこのようにですね、伸ばすような種目ないと思います。あとはベンチプレスのアーチ、ブリッジ作るのにもいい種目です。はい、ありがとうございます。で、終わったらダンベルを横に置いてしまうというものですね。今回はチンギングの回数を増やして10回狙う方法、そしてロート橋の方のための背中のトレーニングについてお話しいたしました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。